はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病闘病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、以前にですね、コメント欄でね、ぜひ話してほしい、教えてほしいというリクエストがあったので、今回ですね、体の炎症反応というものについてお話しします。ちょっとね、調べた文献がね、難しいと感じたんで、できるだけでもね、噛み砕いてね、ちゃんとお話ししていきますんでね、ぜひ最後までお聞きください。炎症というのはですね、異物や死んでしまった自分の細胞をね、排除して、生体のね、恒常性をね、維持しようという反応として考えられます。例えばですね、細菌やね、ウイルスがね、その体の中に侵入しようとした時にですね、その様々な細胞などのね、体の中の成分がですね、その排除に働いた結果が炎症反応なんです。それらの反応の中にですね、あらかじめ体の中に用意されている直ちに働く成分による反応とですね、やや時間をかけて一旦その異物の構成成分を分析してから、強力に攻撃するときに後から作られる成分による反応があります。そういったときにはね、やっぱ体のどこかが痛かったりとか、いつもと調子が違うなっていう状態になっているので、大体何かの病気になっているんです。でもその炎症がなんでその病気と関係あるのってね、お考えの方もいらっしゃると思いますけどもね、その炎症はね、本来体を守るためのメカニズムなんですけども、そのコントロールがうまくいかなくなると、組織の破壊とかね、そして臓器の機能低下や、発がんにつながることが分かってきたんですよ。でそんな炎症にはですね、2種類あるんですけども、そもそもその炎症というのはですね、医学的にはですね、この内的外的ストレスに対する生体防護反応のことなんです。炎症が起こるということはですね、正常に免疫機能が働いていることを意味しています。つまりね、本質的には炎症というのはストレスに対する正常な保護的適応的な応答なんです。この炎症というのはね、その結果からね、急性炎症と慢性炎症に分けられます。急性炎症は細菌ウイルスへの感染や外傷による、怪我によるのに誘導されて、典型的な症状としてはね、赤みとか腫れとかね、発熱とかね、痛みが現れます。一方、慢性炎症っていうのは急性のような症状をね、示さないものが多くてですね、くすぶるような炎症がね、慢性化している状態を指します。そんな慢性炎症がね、どのように発生するのかと言いますとですね、その体はね、組織の異常に対してですね、さまざまな反応を起こします。その一つに異常部位からね、炎症性サイトカインと呼ばれるね、炎症シグナルが出てきてしまってですね、免疫細胞を当該部位に集める反応があります。痛いところにピャーって集まってくるんですよ、免疫反応がね、免疫細胞がね。その集まった免疫細胞は活性酸素を利用して異物を攻撃します。その後は線維芽細胞と呼ばれるね、細胞がね、シャーって集まってきます。その線維芽細胞は欠損したね、組織をね、修復するためにね、コラーゲンなどのね、繊維をね、こう分泌してね、穴をね、シャーってこう、なんか繊維でね、埋めていてくれるんですよ。でこれを足場として毛細血管とか元の細胞が再生してきます。でこの免疫細胞をコントロールするメカニズムに異常が起こると、慢性炎症が発生します。この急性慢性をね、問わずにね、炎症が起きた場所にはですね、修復が起こりますけどもね、慢性炎症では炎症のブレーキが効かずにですね、免疫細胞が活性酸素を出し続けてしまいます。そんな炎症が元に戻るまでにはですね、免疫細胞が炎症を起こす、繊維芽細胞がやってくる、コラーゲンなどの繊維や血管が新しく作られる、修復が完了する、このような順番で元に戻ります。本来活性酸素は異物を除去するために必要なものなんですけども、活性酸素が出続けるとね、周囲の組織を破壊してしまいます。さらにね、その組織障害と同時にですね、修復サイクルが続くことによって組織のね、繊維化、ね、細胞増殖が異常に進みですね、最終的にはね、不可逆的なね、増殖
期機能障害がねもたらされてしまうというね本末転倒の結果になってしまうんです。でその炎症反応をね血液検査で見つけることができるんですけども、その時の表示名で CRP とね表示されます。あの PCR じゃないですよ、 CRP ですよ。あの CRP とはですね C 反応性タンパクのことでですね、体の中での炎症が起きている時に血液中で上昇するタンパク質です。例えばその細菌や、ね、ウイルスによるその感染症ね、本来は自分を攻撃しないはずの免疫が不調をきたして自分の臓器を、ね、攻撃する自己抗体が、ね、生成されて関節や皮膚、心臓、腎臓などさまざまな臓器に障害が起こる膠原病とか、怪我や手術の後などにですね、その血液中の CRP が、ね、上昇が認められます。一方で、ね、組織や細胞の破壊が、ね、起きた時でも、ね、その CRP というのが上がるためにですね、心筋梗塞やがんでもね若干やけど CRP が上昇します。まあ、つまりですね CRP のね数値だけではねその炎症の原因をね特定できないところなんです。まあ、原因疾患のね精密検査はね医療機関でしか行いませんけどもね、人間ドックでの結果はね CRP の数値が高かった場合はね、まあ、これからお話しする、次のことを振り返ってみてください。最近調子が悪かったことがなかったかなとかね、その風邪や胃腸炎とかね、その怪我などのその炎症の原因となるようなことはなかったかなとかね、そんなのちょっとね思い返してみてください。CRP のね特徴としてですね、炎症はね細胞破壊後のね、24時間以内にね急激に、ね、血液中で上昇してですね、炎症が治まれば正常値に戻ります。人間ドックの直前にね風邪や胃腸炎をね起こした場合はね CRP のね軽度上昇を認めることがあります。まあ、風邪や胃腸炎のような場合はですね、その数日から数週間でねその CRP のね数値がね、まあ、正常化しますけども、その肝臓やね全身の炎症を、ね、起こすようなその疾患ではですね、治療を行わなければ CRP の数値が、ね、改善することはありません。まあ、そのためにですね、まあ、1、2週間ほど、ね、期間を空けてですね、再度血液検査を行って依然として数値が高い場合や上昇傾向の場合にはですね、精密検査を行います。まあ、ただしね CRP だけではねどの臓器に、ね、炎症があるかどうかは、ね、判断できないためにですね、他の炎症反応検査やねそのガンマ GTP とかね AST とか ALT などのね検査結果もね合わせてね総合的に診断して精密検査に進むことになります。ガンマ GTP っていうのはですね、お酒の飲みすぎやねお薬を飲んでる場合に肝臓が悪くなると数値が高くなるという酵素です。ほんで AST はね肝臓の細胞とね心筋骨格筋に多く含まれる酵素で、 ALT は肝臓のみに多く含まれる酵素です。まあガンマ GTP もね AST もね ALT もね酵素のことなんですよ。でそれぞれの数値が高いとですね、今挙げた部分に何かしらの疾患の疑いがあります。CRP の数値が高い場合にはですね、肝臓だけではなく全身のどこかに炎症の原因となる疾患がないかを調べる精密検査を行います。まあ、それのね代表的なね検査方法としましてね、まあ、血液検査っていうのがねあるんですよ。まあ、人間ドックで行われるね血液検査項目ではね原因疾患の特定が難しいためにですね、まずはね白血球やね赤血などの他にですね炎症反応を検査する項目やね抗原病に関する自己抗体のね採血などをね追加することが多いです。まあ、その次にね行うのはね画像診断なんですよ。まあ、いわゆるねレントゲンですね。まあ、超音波やね CT などのね画像検査をね追加して全身を調べてですね、炎症や細胞のね破壊のね原因をね検索します。超音波検査はね肝臓や胆の腎臓などを調べるときに適した検査で、超音波が跳ね返ってくることによって得られる画像でね炎症や出血や腫瘍などがね何かを判断します。CT はね放射線をね使いながらですね全身の臓器をね輪切りにしたような画像を得ることができます。超音波では分からなかった病気もですね CT であれば確認できることもあります。まあ、その他にもですね MRI やね PET などをね、ペットとかも呼ばれているんですけども、まあ、その医師の判断でね、まあ、各疾患を特定するためにね必要な検査が追加されていきます。一般的にね CRP がね異常高値の場合にはですね全身の倦怠感や発熱などの症状をね伴っていることがすごい多いので、
すぐに医療機関を受診した方がいいです。 CRP はね、肝臓やその他の臓器、全身の炎症、細胞の破壊などでもね上昇します。つまりですね、全身の炎症への反応としてね上がるためにですね、自分で数値を上げないようにすることは非常に難しいんです。人間ドックでね CRP 高値をね指摘された時にですね、直近のね体調がね参考になるためにですね、自分の体の変化には注意しておきましょう。まあ、そんな感じでね、体の炎症反応についてねお話しさせてもらいました。まあ、難しい話でしたけどね、最後に言いましたように、その肝臓が炎症を起こしているとね、その後さまざまな臓器に影響が出てきます。なのでね、まずね対策としてはですね、まずは肝臓に負担をかけないように生活を改めてみてください。まあそんな感じで今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。